よお前らテルだということで、今回なんですけど、今回はですね、なんとあの秘密のお留守番にね、またもやアップデートが来たということで遊んでいこうと思います。ちなみに秘密のお留守番のキャラクターたちが好きな子は高評価チャンネル登録よろしくね。さあ、まずは冷蔵庫開けて、いや、だいぶ食べ物揃ってきたね。あれ？この辺じゃない？多分。なんかめっちゃちっちゃいやつと、なんかこれタケノコみたいなやつと、これなんだろうね、お団子みたいなやつとかいっぱい増えてるから、今回はね、コンプリートしていこうと思います。さあ、とりあえずキャビア選手で探索していきましょう。なんかね、新しいエリアが畑らしいんだけど、どこが解放されたんだろうね。これが和室で、ここ洗面所でしょ？あれ？ここじゃね？あ、ここ違うわ。前回の解放された場所か。あれ？待って、なんか、こっち行けるようになってるんですけど。そういうこと？これ玄関じゃん。行けるようになってるわ、みんな。え、外出れるのかな？今回もしかすると。ナイス！え？なんか開いたんですけど。なんか歩いてったぞ！え、外に出ました、みんな。なんと。こんにちは。早速なんかここにあるけど、これは何？ちっちゃいみかん？全然よくわからない謎の物体。うん。待って、なんか、いっぱい光ってる。え？何これ？テルトくんって書いてある、ここに。何これは？もしかしたら、こん中になんか育てるのかな？みんな卵とか置いてるわ。なるほどね。え、そしてここは？え、フルーツを洗う場所ですよ、と。気持ちいい。さあ、ということでみんな新エリア、庭？畑？ができてたので、ここでちょっと、早速ね、新しい食べ物を見つけていこうと思います。なんかこの辺とかちょっと怪しくない？早速登ってみるか。え、だけどこれ登れるか？ちょっとむずそう。ここに一旦登って、次こっち。はい、ナイス。次こっち、いいよ。からのどこだ、これ。絶対この上食べ物あると思うよな、僕。そんな予感がしてる。こっち登れないかな？来た、ナイス！登れたわ。最近ね、秘密のお留守番のキャラコンが上手くなってる気がする。待って、こっち気になるよ、この謎の隙間。絶対何かあると思ったけど、ありませんね。ははは。なんでだよ。絶対ある流れだっただろう。みんななんか、この育ててるね、ここで。はい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 。よいしょ。こことかなんかありそうじゃない？はい、頑張ってテクテク登ってくよ。見てみんな、どうする？自分ちさ、庭にさ、自分たち畑にさ、パッて見たらキャビアが歩いてたら。もうそれはそれはちょっと、可愛くなくて、ちょっと恐ろしいよね、普通に。普通に怖いよね。うん。みんな、自分がスーパーで買ったさ、食パンが、急に、歩き始めたら怖いよね。特になんもないかな？なんか水がある、ここ。チャプレル？チャプレル！チャプレルけど、なんもないですよ、と。やばい、今回の秘密のお留守番、ちょっとガチむずいかも。全然食べ物ないぞ。一体どこにあんだ、この野郎。くれ、新しい食べ物を。こんにちは。誰か、食べ物いませんか？誰かいませんか？え？今回食べ物一つも見つかんない。チャット見てみよう。バキバキの種ゲットした棒あげる置いときます。マカロン。うん、何を言ってんだみんな。なんか種を植えるのかな？もしかしたら。で、さっきの自分の名前の書いてある畑で育てる的な？一回戻ってみます。これさ、まず玄関に何かあるんじゃないかな？どうなんだろうね。あ、コム選手、こんにちは。こことかめっちゃ怪しいんだけどね。待って待って待って、なんか隙間あるよ。ここに隙間を発見しました、テルツ選手。中にやっぱね、なんかあるんよな。これ、まずこの傘立てに乗って、傘に登っていきたいね、これは。ゆっくり歩くモードで安定して歩いていきますよ、と。うますぎる。傘に乗るキャビア。いよいよ。からのどうするか。いや、これ黒い方に多分乗った方がいいな。よしよし、来た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 。はい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 、どんどん登っていきますよ、と。いよいよ。待って、これ落ちたくない、絶対。ガチ怖い。一歩一歩ね。踏みしめてね、一歩一歩。気をつけてね。よし！
で、これジャンプないぜ。え、待って。今上に登ったけどさ、なんもなかったぞ。嘘、なんもないの？え、この段ボールは何？あ、挟まってしまいました、皆さん。すいません。もう怒りの糊でいきます、次は。はい。この薄っぺらすぎる糊だったら、あの段ボールの中に入れる説。なんか段ボール動いてない？なんか動いてるぞ！なに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 ？なんで動いてんだ？なんか段ボール運ぼうとしてる人がいる。頑張れ頑張れ。いいよいいよ。え、これ運べるの段ボール。すごくない？ああ、行っちゃった。あ、待って、中見えるわ。なんもない。うわ、これ玄関には多分なんもないっぽいな、みんな。じゃあ、こっち行くしかなさそうだね。あれ？なんかロープをつけれて出てきた。あ、みんなやっぱそうだ。これ落ちてるやつ種だったんだ。つぶつぶの種。なるほどね。これで自分のところまで運んで、はい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 。ここにスポット埋めると、ナイス！で、水をあげればいいの。じょうろとか持っていけないもんね。あ、これ海苔にさ、水を染み込ませてさ、この海苔が汗かくじゃん、こうやって。こんなペシャペシャな海苔嫌だけど、しなしななんだけど今。この海苔から落ちる水の成分で、水分あげるってこと、もしかして。合ってるのかわからないけど、どう？え、これ多分、海苔じゃなくて、違う方がいいよね、きっと。もっとでかいやつの方が絶対いいよね、これ。え、なんか一番水染み込みそうなキャラ、いたわ。みんなこいつしかないわ、もう。食パンでしょ、これは。もう一番染み染みになるよ。え、僕ね、食パン、フレンチトーストっていう食べ物が一番好きで、昔ね、よく作ってたりしてたんだけど、こいつはね、水をすごい染み込むんですよ。もうとんでもないぐらい。なので、食パン選手にもう育ててもらいましょう、今回は。え、こんにちは。なるほど、これ、おそらくいろんな種を集めて、育てて、いろんなキャラクターを出すんだろうな、きっと。あー、染みるー。染み渡るー。染み渡りすぎてみんな動けなくなったんだけど、やばいって、ちょっと。よし、帰ってきた。これで、ここに、しみしみさせますよと、だいぶ水落ちてるからね。でもこれ合ってんのかな？でもこれぐらいしかやり方なくない？合ってるかはわからないけど。あ、でもなんか見たいみんな。隣とさ、土の色が全然違う気がするよ。あの人もやっぱそうやってやってるわ。もうとにかく水を当てまくるんだ。いつ育つのかな？これ。もうなんかここみんな集まってるぞ。早く育て！頼むぞ！種が種運んでる、みんな見て。アボカドがね、うん、なんか運んでるわ。え？それ何？爪楊枝？あ、なんか育てるための支柱かな？うわ、懐かしい。昔、朝顔とか、ミニトマトとか育ててたわ、そういえば。さあ、うちの種は、全然まだ育てる気配がありません。早く育ってほしいものです、本当にね。そして種を植えずに爪楊枝だけぶっ刺してんだけど、隣の人。ちょっと、クレイジーすぎない？え、ナスいいなぁ。あそこにナスがいる。ナス欲しいんだけど。ちょっと待ってる間にみんなのやつ見ていきますか。この人は目が生えてるね。はぁ、この人なんか、玉ねぎがいるんだけど。え、いいなぁ。欲しい。羨ましいんだけど。寝てる玉ねぎが。あ、みんなここにもなんかあるわ。白いボールみたいな。これも種なんだろうね、きっと。やっぱいろんな種類の種がある。ここにも紫の種があるし、早く育たないかな。あ、待ってみんな、僕の目が生えてる。すげえ、でっかい葉っぱだ。しかもこれさ、なんかちょっとみんなと違うタイプじゃない？もしかして。嬉しいんだけど、なんか生えてる。なんか生えてると思ったら、もちまんじゅうだった。うん。紛らわしいな。やばいみんな、爪楊枝さ、あれもしかしたら伸びた竹串になって団子になるってこと？これ。そんなことある？すごいな。団子って育つんだね。よし、僕の負けじとちょっと水やりするわ。よし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 。あいつはね、まだ成長が足りてないからね。もうどんどん育ってほしいと。よっこらせと。あ、隣の人も、なんか種植えてるね。隣の人もちょっと水分けてあげよう。ははは。分けてあげるよ。育つように。お、挟まったって食パン。ちょっと！みんな見て、ここ、みたらし団子がいる。
育つとこうなるのかな。僕も早く育ってほしい。特に肥料とか与えなくてもいいのかな、これ。だいぶ水も与えたよ。隣のみたらし団子がみたらし団子で水あげてる。うん、ちょっと甘そう。お、待って、葉っぱがでかくなったみんな。しかもなんか枝みたいの生えてるね。これ何になるんだろう。ちょっとみんな一瞬考えよう。これでっかい葉っぱって何なんだろうね。ナスではなさそう、とりあえず。うん、多分ね、ナスではないんだよな。ナス好きだから、ちょっとナス嬉しいんだけど。でね、これね、周りの人にもね、いないんだよね。何できんだろう。おいおい、みたらし団子僕の邪魔すんじゃねえ、この野郎。おい、みたらし団子は攻撃してくるんだけど。ははは。悪だな、このみたらし団子。きっと僕の葉っぱがでかくて羨ましいんだろうな。へっへっへ。だけど、葉っぱがでかいから、多分できるやつも大きいんじゃないかな、きっと。攻撃してきたみたらし団子選手は？なんだそれは。なんかめっちゃ背が高い葉っぱが生えてるね。みんなの楽しみだな、これ。うわぁ！またでかくなったぞ！葉っぱもでか！これ何できるんだろう？やっぱ周りにもいないんだよな、僕と同じ人。なんなんだこれ。もう一回水あり行こう。ちなみにね、3分ぐらいに1回かな。大きくなってる気がする。頑張って育ってほしいな。でも赤の種だったもんね、今回。巨大なリンゴとか。わかんないけど。あら、こんにちは。あなたの畑ここじゃないですよ。あなたの畑はこれですね。うん、隣です。はい。なんかあの子が持ってる紫の種気になるね。あれナスなのかな？あ！みんな！進化したぞ！なんと！僕が手にした種は、これなんだ？これさっき寝てた子だよね。はい！なんとイチジクでした！イェーイ！かわいい！ちょっと待って、早速見に行こうぜ、これ。いや、育てた甲斐あったわ。めっちゃ時間かかったもん。さあ、冷蔵庫開いてどこにいるんだ？あ、いた。イチジク。実はお腹の中に花を隠し持っている。あ、そうなんだ。それ知らなかった。ごめんね、さっき玉ねぎとか言って本当に。この中に花入ってんだ。僕、イチジクってあんまし詳しくなかったんだよな。あ、しかも結構動きやすいわ。かわいいし、ナイス！さあみんなね、他にもまだいろんな種あるから、またね、育ててね、いろんな食べ物をゲットしていこうと思います。ということでみんな、今回の動画どうだったかな？今回ね、新エリア開放ということで、まさかのね、自分で食べ物を育てるタイプだと思わなくてめっちゃ楽しかったわ。なんか、僕もまた、何か育てたくなってきたな。確かミニトマト狩りだったら、お家のお部屋の中でも確か育てられるよね。今度やってみようかな。ということで、この動画が面白いなと思った子はぜひチャンネル登録、高評価、動画の通知登録よろしくお願いします。みんなもね、好きな野菜コメントに書いてってね。僕はちなみに、ナスとレタスとトマトが好きです。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。じゃあな。